今回は皆さんにスペインにありますロンダをご紹介したいと思います。えー、ロンダはスペイン・アンダルシア州マラガ県にあります。アンダルシアというのはスペインの南の地域のことで、えーま、とても暖かいところなんですが、イベリア半島の南方です。アンダルシアに他にある有名な地名としてセビージャ、グラナダ、マラガなどがありますが、えー、ロンダはそんなに大きい町ではありません。セビージャなんかに比べたらかなり小さい町。 えまあ観光などで栄えているところなんですが高い台地の上に築かれた街として有名ですロンダ渓谷によって街が切り裂かれていてこれを目当てに観光,地が観光客がたくさん来るようなところですでロンダ渓谷が街を切り裂くといっても、まあ、そういう時に作ったからこそその街が切り裂かれているように見えるんですがもともとこういう地形があって、まあ、そこが敵からの侵略であったりとかから身を守るためにそこに作ったということです。 まあ街がぶった切られているわけですが、まあ、行き来が必要なので、まあその渓谷に架か,かる橋があって、でその橋が結構有名な橋。もう特に一番有名なのがヌエボ橋と言われています。これがこの町のまあ主役という橋なんですけど、ポエンテヌエボですが、これは新しい橋という意味ですね。でそれに対して、ビエホ橋というのもあります。これは、 ヴィエホこれ古いい橋という意味ですだから新しい橋に対して、まあ、古い橋というのがあるんですがもう本当にこの新しい覇峰の橋っていうのはもう高くそびえる、えー、もう素晴らしい、えー、主役のような橋なんですが、えー、このヌエボ橋の中に なんか部屋みたいなのがあって、その橋だけじゃなくて、なんかこう、一種の建物みたいな感じで、で、その中の部屋が牢獄として使われたこともあるらしいです。で、本当にこれ景色が良くてですね、ぜひ行ってみたいんですが、えー、これがヌエボ橋とビエホ橋です。で、この渓谷とかこの橋の様子を見ていますと、あの、ハリーポッターのなんだかホグワーツ城のあの渓谷、あの、 4話目の何でしたっけえー、炎のゴブレットの、あの、ドラゴンとなんか、ハリーが放棄で行き交うみたいな、あの、あの稽古にすごい似てるんですよね。この橋の感じといいね。それの、まあ、ちょっとミニチュア版ですけど、これはすごい、ぜひ見てみたいですね。で、まあ先ほども言ったように、そんなに大きい都市ではありません。ロンダ。とても小さい町で、観光業が中心の街でございます。えー、もちろんコロナで大変だと思うんですが、まあ、その他にも一応、 地中海規制機構で、地中海規制機構っていうのは、えー、大体、まあ、農作物で言えば、ブドウであったりとかコルクであったりとか、そういったものが育つんですだから麦とか、えー、なんか米とか頑張って作ろうとしても作れない。だからそんなに農業は、えー、そういった地中海性気候向けのそういった作物が取られます。えー、なので、ブドウが育つんですよ。でつまりブドウがあるってことは、 ワインがあるんですね。なので、まあ、ワイナリーとかが、まあ、ち,ちらほらあるらしいですねで。実際なんかこう、ちょっと見てみたところ、なんかワイナリーでこう、いろんなこう、見てみるみたいなこともできるらしいですよね。まあでも、主に観光業、そういう街です。これから街の由来を紹介したいと思うんですが、もう典型的にこれは、 あの、イベリア半島に存在しているような、この街も典型例みたいなえ、そんなような感じですね。で、いろんなやっぱり世界で通ずるところもありまして、で、もともとケルト人が住んでいた。え、これはもうヨーロッパ中、もう全土、全土というか、えー、広い範囲でやっぱりケルト人っていうのがもともと住んでたんですよ。で、そこに後から、え、ルマン人とか、もちろんまあ、もっと前で言うとギリシャ人、グローマ人とかが、あの、来た。もともとはケルト人が、 えー、いたわけですねでそこのアルンダという地名がロンダのアルンダそのロロルンダの部分がロンダの語源らしいですね。えー、でその後にやっぱりそうフェニキア人とかギリシャ人とかで後にはゲルマン人とかが来るわけですがもともとやはりケルタ人が住んでいたところであります。でケルタ人っていうのが今実際どこにいるかというってことなんですけど例えばフランスの西ブルターニュ半島であったりとか。 イギリスの上の方とか西の方とかアイルランドとかそういったところに追いやられたんですね。もともといっぱいいたのがこうそういうところに逃げてたわけです。で、もともと住んでいたケルト人たちがもう全員いなくなって、で、そこに取って代わったのが誰かというと、先ほど言ったようにフェニキア人です。でフェニキア人っていうのは 今でいうチュニジアカル、えー、当時のカルタゴというところを中心にこう地中海に勢力を広げていったわけです。でその中で、このアンダルシアというのも、エロンダを含めたアンダルシアというのも、カルタゴの勢力下、フェニキア人の勢力下に入ることになります。ですが、ポエニ戦争というのが起こるわけです。ポエニ戦争というのが、フェニキア人、カルタゴ対、対、えー、どこかというと、それが共和制のローマ。ローマ人たちが、えー、ここで、 イタリアを中心に勢力を伸ばしています。北のイタリアのローマ人、そして南のフェニキア人たちとここでバトルが起こります。シチリア島を基本的に巡ったバトルだったんですが、この過程の中でロンダというのがローマの手に渡ります。ローマ人たちの手に渡ります。フェニキア人、カルタゴ側の勢力として有名なのはハンニバルという人がいますが、それに対してローマ,がローマ側ではローマ将軍スキピオというのがいます。 えー、通称「大スキピオ」とかとも言われますがこのスキピオがカルタゴに遠征の時にこのロンダっていうのを本格的に建設しましたここでローマの手に本格的にロンダがローマ共和制の中に組み込まれていくこととなりますでそのポイニ戦争っていうのは、えーまあ、ローマが勝ってそしてローマがシチリア島をゲットします えー、ローマ共和制初の属州ということで,で以後ローマっていうのはどん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 領土を広げてってでカルタゴっていうのももう全部勝って、えー、ローマっていうのがどんどん広げてってで最終的にはローマ共和制っていうのもローマ帝国に移り変わります、えー、すごい大きな帝国となりました 住んでる人たちはみんなローマ市民という形で、えー、なりました212年みんなに市民権が与えられるんですねイタリア半島とかローマに住んでない人でもなくてもその帝国内は全部みんなローマ市民ですよというふうになりましたもう歴史としてはローマ帝国内の都市としてロンダが確立、えー、しましたただそのローマは395年に東西に分かれてしまいますこれによっってててもううローマっていうのが衰退して まあ、ローマの最後の方も衰退段階であったわけですが、もうローマというものが衰退して、で、ここで地中海に勢力を伸ばしてきたのがどういった人たちかっていうと、これがイスラム教徒なんですね。そう、意外ですよね。ヨーロッパの南の方っていうのは結構イスラム教徒っていうのがずっと、えー、もう勢力を強めていて、で、アフリカの北、それからスペイン、イタリア、ギリシャとか、もうずっとこれ、イスラム教徒の勢力下だったんですね。ヨーロッパといえど、えー、もイスラム教徒ばっかでした。例えば、 スペインのそれこそアンダルシア地方のこう街だったりとか、えー、イタリアの南の方あとシチリア島のシラクサなんていう都市もありますがもう,もうイスラム建築とかがめっちゃあるようなイスラム教徒ばっか住んでたようなところがありますでローマ帝国崩壊後以降、えー、このスペインイベリア半島っていうのも長らく長らくずーっとイスラム教徒の持ち物でしたもうずーっとイスラム教徒ばっか住んでてでこれで 納得いかなかった、これでもうただじゃ見てらんないって言ったのがキリスト教徒です。キリスト教徒っていうのは俺らの場所だって言って、このスペインのイベリア半島っていうのをなんとかして取り返そうと思って、そこで始めたのがレコンキスタ、国土回復運動ってやつです。これもう兵隊をもう兵力をフランスの方からバン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 スペインの方に送って、どん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 イベリア半島を奪還してって、そしてもうイスラム教徒っていうのはどん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 南に南に逃げてって、そして えーまあ、アンダルシアというのはスペインの一番南ですから、一番最後まで残ったのがここのアンダルシアで、例えばえロンダとかも最後の方まで残ったりとか、一番最後に残ったのはグラナダという都市なんですが、えロンダが陥落したのがえアラガオン王フェルナのド2世というのがロンダを陥落させて、そしてキリスト教徒の手に奪還させて、そしてグラナダに関しては1492年にえようやくナスル朝がもう えー、敗北しましてそしてレコンキストが終わるわけですが、えー、もうアンダルシアというのが一番最後までイスラム教徒がこう残っていたところですね、えー、ナスル朝が終焉してレコンキストが終わりイスラム教徒のスペイン、えー、イベリア半島支配というものも終わりましたキリスト教徒の勢力が戻ってきたわけですねで散々世界中の話をしてきたんですがもっと最近の話最近のなんかこう近代で ではどうなのかということをちょっとお話しするとあのロンダっていうのは近代的闘牛発祥の地らしいですねなんか闘牛場とかがあって近代的闘牛が一番最初にこうスタートしたところらしいですロンダ闘牛場というのがあってこれは先ほどご紹介したヌエボ橋のすぐ隣にあるんですがこれも町のシンボル的存在としてこの闘牛場あります、えー、そんなに大きくはないんですけどねその他にも、えー、特徴的なまあちょっと歴史とはあんまり関係ないんですが えー、白い壁の家っていうのがこれ写真見てると多いんですよね全部白い壁なんですよみんなこれ何でかっていうとでこれロンダだけじゃなくてアンダルシア地方の町にはたくさんこの白い壁ばっかの町みたいなのが本当にたくさんあって例えばフリヒリアナとかもそうなんですけど本当に真っ白なんですよこれ何でかっていうとこれんででしょう どこに位置してるかというと、先ほどずっと言ってる通り、地中海なんですよ。地中海といえば、白い砂浜、青い海、これ、あったかい、真夏の太陽がみたいな、そういう状況じゃないですか。そういう時に、それは暑いわけですよね。で、普段生活してるたち人たちからとったら、もう暑いのは嫌なんで、家の壁を白くすることによって、太陽を反射して熱が蓄積しないようにしてるわけです。これ、考えてみてください。例えば、黒い壁だったらどうですもう暑くてたまらないですよね。そういうことなんですよ。 こうしてご紹介してきたわけですがやっぱりロンダっていうのは本当に典型的なイベリア半島あるいはアンナルシア地方の町だなっていう小さい町なんですけどやっぱり典型的な感じですよね。 あの農業に関しても地中海性気候で地中海式な農業をやったりとかえ地理的にもあと白い壁の家々だったりとか歴史的にもやっぱりえレコンキストを経てみたいなそういう流れも結構やっぱり典型的なんですよね。やっぱりここはすごい景色もいいですしね地理的にも歴史的にもいろいろ面白いところなんでぜひぜひ行ってみたいと思います。